から初めて出場した選手の一人。アンドラで国際規格を満たす唯一のスケート場の近くに住んでいたことから5歳の時にスケートを始める。13歳の時、初めての3回転ジャンプに成功。ジャンプが好きで中でも3回転ループを好む。ロシアの選手に影響を受けており、ジャンプについてはプルシェンコ振付については アニシナベーゼラ組を好み、すべての面でお気に入りの選手として、スルツカヤを挙げている。14歳の時、当時所属していたオリエントクラブセッズで同い年だったマルク・カザールと共に、世界ジュニア選手権出場を果たす。二人とも予選敗退に終わるが、アンドラから ISU チャンピオンシップに初めて出場した選手として、 フィギュアスケート誌に記憶されることとなった。その後もアンドラ代表として、世界ジュニア選手権に3度出場し、2004から2005シーズン、および2006から2007シーズンには、欧州選手権にも出場を果たす。しかし、いずれの大会もフリースケーティングに進むことなく、敗退した。二つ年下の妹リリアもフィギュアスケート選手であり、 世界ジュニア選手権やジュニアグランプリシリーズなどの国際大会にアンドラ代表として出場歴がある。アンドラ選手権の詳細については不明。2004年にイースハイと2003の2004シーズン以前のすべての大会は旧採点方式で行われた。ABCD e アンドランスケーターズプルミエオンワールドステージゴールデンスケート2012年12月24日。 閲覧。ABC 国際スケート連盟によるメリーサンドレ、フエンテスのバイオグラフィー国際スケート連盟による、マルク・カザールのバイオグラフィー、国際スケート連盟によるリディア・フエンテスの、バイオグラフィー、12th International Cup of Nice Archived 2014年10月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、2007トリグラフ・トロフィー2007-2007、ISU ワールド・ジュニア・フィギュア・スケーティング、 チャンピオンシップス2007 ISU ヨーロピアンフィギュアスケーティングチャンピオンシップスハット39ゴールデンスピンオブザグレブ2005 ISU ジュニアグランプリアンドラカップ2005 ISU ヨーロピアンフィギュアスケーティングチャンピオンシップスハットテンスカップオブナイスナイスフラノーベンバー4から7200441ピカルデアブラウエンシュベルタル 2004ISU ワールド ジュニアフィギュアスケーティングチャンピオンシップス2003グダニスクカップ ISU ジュニアグランプリメキシコカップ20032003ワールドジュニアチャンピオンシップスハットザフィギュアスケーティングコーナーシックス,スヨーロピアンユースオリンピックフェスティバル 20032002JGP スカッツーデール ISU ジュニアグランプリ 2002JGP コルチャベル ISU ジュニアグランプリ ハットトリグラフトロフィー2002-2002ワールドジュニアフィギュアスケーティングチャンピオンシップス2001ゴールデンベアーインターナショナルコンペティション2001トロフェオリタトラップニーチェ ISU ジュニアグランプリ2001ソフィアカップ ISU ジュニアグランプリハットゴールデンベアー2000ありがとうございます